はい、ということで皆さんどうもご無沙汰しております、ハヨンジでございますけれども、なんとですね、ちょっと今日はとんでもない鉄道ファン人生においてこの上ない幸せ、そういう特別な一日になりそうなんですが、ここはですね、鳥取県 JR 西日本の五島総合車両所というところに来ております。この辺りがね、山陰の方で初めて鉄道が開通したのが1902年になっています。これ鳥取から米子とかそういった区間ではなくてですね、初めてこの辺りに鉄道が通ったのが明治35年この境港というところから御厨というところで開業したのが始まりになっています。でその1902年に鉄道が開通したのと同時にですね、この五島総合車両所、当時はこの米子駅の構内にあってですね、駅のすぐ近くに車両基地っていうのがあったんですが、そこから移転しまして拡張等を重ねましてですね、現在山陰を代表する車両基地になっております。で今回特別にですね、私山陰の撮り鉄旅応援団長ということでね、1年間アンバサダーやらせていただいておりますので、特別にですよ、これ今一般公開してませんので、 JR の名だたる特急列車、やっぱり一番有名なので言えばサンライズ号とかもね、この車両基地で車両の点検とか検査というのを行っている、そういった基地で果たして何が行われているのか、一般向けの公開がないこの JR の車両基地に潜入してきたということで、ちょっと早速見ていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。もともとはね、コロナ禍の前までっていうのはツアーとかで車両基地を回るっていうのがやられてたんですが、ちょうど境線が通ったな、まさにこの区間が120年前初めてこの地に鉄道が開業した時の区間です。コロナ禍になって一般客のですね、もうツアーっていうのを打ち切ってちょっと当分やってなかったんですが、これはすごいぞサンライズじゃないか、285系がいるこれすごいな、入ってしまっていいのか、これはすごい迫力だ。ちょっとね、普通の、まあ、いつも走ってる列車よりも高さがね、車輪とこの車体の距離が離れているのがお分かりいただけると思いますが、ここが、まあ、いわゆるメインの施設です。これはね、台車ではなくて車体の方を見る施設ということになっていて、旅客車首都と呼ばれるもの、スーパー大きい松風等で使われます2両編成の機動車、後ろには気配47がいるな。これ山陰本線とかを走っている機動車ですが、こんな感じでジャッキアップしてですね、台車は台車でまた別で検査するところがあります。車体をこのようにガッと持ち上げるような形にして検査を行っているということなんですね。あ、こんな間近で見たの初めてだ、すごいな。そしてそしてこれ、僕ももう何度もお世話になってますが、日本を走る定期の唯一寝台特急サンライズ出雲瀬戸号も実はここで行われています。車両基地、車両の点検検査等がですね、JR 東海の所属なんですが、ここではその佐賀の観光トロッコとかで使われている機関車とか、あとはあ、ちょうど後ろに止まってるな、こちらホット7000スーパーハクトだ、この地図級の車両とか、 JR 西日本以外に所属している車両っていうのもここでですね、点検等を行っているわけです。ここで何人のお客さんが寝たのかという話ですが、まあ、多分この安全にね、車が走るための、まあ、点検ということでやられているはずです。ただこの車内の改修とかっていうのもね、ここでやったりしてるそうですよ。この車両あれだな、これラウンジがついてる車両だ。で今お話伺うとやっぱりそうで、この安全面ですね、ハード面もそうなんですが、内装ソフト面等についてもこの基地で行っているということで、今ここにね、こうやってマスキングテープのようなものが付箋みたいにね貼ってあるのがお分かりいただけると思います。こんな感じ、大きな湾曲した窓ですが、これがどういうことかというと、まさに、まあ、ちょっとこう例えば傷がついたところであったりだとか、錆びたところであったりだとか、そういうところに印をつけてですね、これから直すぞという、まあ、その印だそうですよ。すごいな、こうして僕がいつも、まあ、大体大阪から乗ることが多いですけどね、ピカピカの走る集合住宅サンライズ号はこうして安全にですね、快適に走るためにずっと補修というのがなされ続けているわけですね。すごい、この車体の下にもね、たくさん機器があって、もう僕は素人なんで何が何だか分かんないわけですが、あ、書いてあるな、車両制御装置とかね、こうしてこのケースをね、全部開けて、もちろんこれ走行中には閉まっておりますんで、開けて点検とするわけですが、まあ、この蓋を開けてるときにゴミとかが入らないようにということで、こんな感じで仮のなかなか普段こんな見ないですけど、今この車両基地でしか見れない姿、段ボールを仮のカバーとしてですね、今使ってるようですよ。でね、これよく見てみると、このキャ187、いや、かっこいいな、あかんな、解説が全然そう集中できない、かっこよすぎてね、なんだこの夢のような空間は、ちょっとバイキングのあの今、撮るとこ、一番メインのとこみたいな感じになってますけど、この右側のね、こんな感じで、こうチョークとかついてます、これはあのチェックがね、
ついてるんですけども、いろんな段階を経て、まあ、検査等行われているということで、ちょっと僕ももう全然素人なんで何が何だかは分かんないんですが、そういうことのようです。でこのカバーもね、分かりますかね、こっちの方がこの車両基地に、まあ、新入りなわけですね。最近この車両基地に入場してきたということになっていて、サンライズの方がちょっと前に来てたみたいです。でそうするとこっちのカバーとかね、ちょっとこっちは錆びてる、まだ来たばっかりなんでね。ただこれが時間を経て1週間ぐらいだいたいかかるとおっしゃってましたが、こんな感じで本当にピカピカ、カバーともうこう錆が取られているのが分かります。こうしてだいたいこの4年に1回とか、その検査する周期っていうのが決まってるようですが、特にこのサンライズ号等は長距離列車なんでね、走る距離がやっぱどうしても長いと検査のペースっていうのも早まるそうです。こんなんもう絶対見れない。あ、すごいな。あ、これあすごい、上の方も何やら蓋が開いてるけど、それよりこんな角度でサンライズを見ることはまあないから、相当運がいいみたいですこれは。なかなか、まあ、この日によってね、やっぱり入場してる車両っていうのは違いますんで、今日は本当によりどり緑、この山陰を代表する特急列車、このさっきね見たらヤクモ等も今いましたけども、スーパーハクト、サンライズ、スーパーオキ、松風等ですね。いやかっこいいな、ここラウンジだ。だからここに自販機があって、あったあった自販機あるわ。おほほほ、すごいな。さすがにこのコカ・コーラ入れるとかここでやってないと思うんですけど、まあ、多分このだから設備、この自販機が例えば壊れたとかになったら、まあ、そういったものを見るんじゃないかと思います。ゴミ箱があって、うわシャワーカードがここにあるんだよな。シャワーカードの自販機が、だいたい僕大阪だったら買えないんですけどね。いやすごい、ほらいい体験だ。 B 寝台ですねここは。今聞いてみましたがね、やっぱり自動販売機はこれはね違うみたい。やっぱりそのここで見るやつと見ないやつっていうのは切り分けがされてるみたいです。もはね285-2。いやいやいや、すごいわこれ。すごい、皆さん何かお分かりでしょうか。こちらですね、これ JR 関西本線で走ってますキハ120でございます。紀新線とかでもね、紀すき線とかでもねキハ120走ってますが、これ今何をしてるかというと、まあ、塗装がちょっと剥げててね、この目の部分もくり抜かれてるのがお分かりいただけるはずです。これは体質改善をね今行っているまさにその最中でして、まあ、ライトとかが最近だとこう LED に変わったり、あとは車内の吊りカーとかがねさらにバリアフリーに特化したようなこう黄色い大きくねこう持ち手がついてて掴みやすいような吊りカーに変わったり、そういった全面的な改修というのが、でもすごいな、こう見たらもうほぼなんか外観だけ残したままもう車内くり抜いてねもう一回作るような、そういった感じなんでしょうね。もう本当に生まれ変わってるっていうのがよくわかります。でこれ今真正面の方にもキハ120もう一度おりまして、それがこちら。こっちはね今度はこれ関西本線ではありません。塗装で気がつく方も多いと思いますが、こちら北陸富山方面で走っておりますキハ120になるわけですが、ここはもうまさに体質改善が終わったそのライト、こんなんなってんだな、すごいギラギラだ。これがだから白く輝いてるわけですね。で車内の方もこうしたピッカピカの固定の黒シートっていうのが置かれておりまして、やっぱり持ち手の部分とかそれから吊り革がやっぱり黄色く大きなものになっているのがお分かりいただけると思います。最近だと新快速もね JR225系とかもこんな感じですよね。持ち手の方がユニバーサルなデザインでございます。だからこっちの方がやっぱりちょっと早くこの工場にやってきたということですね。だからこの関西本線の120もこんな感じになるはずです。こんなカットまず撮れないからちょっと撮っとこう。これすごいわ。ライトのとこからこう車内見るってね、これ床のところもやっぱりねもう剥がしてあるんだな。いやこれちょっとまた来よう。塗装の匂いとかね、それからこんなにケーブルが張り巡らされてるんだ、くり抜いてみて初めてわかります。即席のライトみたいなのがつけられていて、これも後で新しくなるはずです。今はね作業用のライトですね。上の方もこんな感じで屋根の方とかも見られるような作りになってんだ。スーパーハクトですよ。当たり前のようにスーパーハクトが言うのが信じられないけど、あーでもだいぶ想像以上にやっぱこうやって床の方とかもね敷いてですね、そして開けてやってるわけだ。そしてですねこちらがトラバーサーと呼ばれる安全第一と書いてますが、こういったものがありまして、ね、これどういうものかというと、これバッテリーで動くんですよ。ここに書いてあるんですが、屋根の方にはねソーラーパネルがあるみたい。そしてこれどういうものかというと、まあ、車両基地の中でですねいろんなあの作業をするスペースっていうのがありますので、塗装したりだとか、また台車を点検したり、今見たみたいに車体を点検したり、そういったところでこれそれぞれのところからそれぞれのところまでが移動できるようにですね設置されているのがこのトラバーサーになっています。でこの車両基地の中でいわゆる玄関といえばまさにこのここ一番奥に車体が浮いているのがお分かりいただけると思います。まずこうイメージね、こうなんかあの家入ってきて新しい靴下を履くような形ですね。最初この車体を浮かせまして、これ仮の、まあ、あのさっき見たみたいな台車を履くと、
まあ、つまり、ここまで履いてきたその台車っていうのを、一旦、離してですね、ここ用のこう新しいスリッパのようなものを履くというところで、ちょっとこう見てもらったら分かると思うんですが、こんな感じの普段この旅客列車として走るときには履いていない車輪を履いてこっちで点検するという形になっているわけです。そうするとそこからこう塗装をするときには塗装のスペースとか、台車は台車でまた別途点検が行われて、最後組み合わされて出場していくという形になるわけですね。すごい、こうしてかなり広大なスペースです。横にこのトラバーサーっていうのが動くようになっていて、ただ列車は縦に動くことができますんで、ここに例えばもうどこでもいいけど、ここにそのトラバーサーがあったらですね、ウィンと1回入ってしまえばもうどこにでも行けてしまうわけですね。どのスペースにでも移動できるように、そういった作りになっています。あったあった、ソーラーパネルがありましたよ。こんな感じ、もうこっからの電力で動けるそうです。すごいな、ここで電気を作ってということですね。動いてるとこもちょっと見てみたいけど、工事の点検の邪魔はできません。でまだ見つけてしまったんですけどサンライズまだ2両いるわ。これこう奥の方が先頭車ですね。これ何寝台かな、まあ、B 寝台だな、ソロかな。いやサンライズやっぱ2階建てなんでね、全部風格がありますよ、大きい。でこのトラバーサーもね、結構な頻度で稼働しているそうで、ただ聞くとやっぱりね、これ、まあ、トラバーサー1つしかありませんので、一気にこういろんな車両をバーッと動かすということが難しいわけですね。なんでこれはもう前日とかにだいたいどうやって動かすのか、その計画っていうのがあるらしいです。その計画に基づいてこれが動かされてですね、まあ、車庫の中もね、こうむやみやたりに車両を動かしてたら大変なことになりますんで、そこはこう上手にやりくりしているということなんですね。もうこれもサンライズやな、これもサンライズだ。サンライズ何両いんの今日、大当たりじゃないかこれ。ちょっとついてるな、これ日頃のお金がよかったのかな、まあ、いいことあんましてる気がしないんですけど、1,2,3,4 僕が見た中で5両285系が止まってるよ。サンライズは14両出雲と瀬戸合わせたらということになってますが、いやなかなかレアなんじゃないでしょうか。そしてここがですね、先ほども言ってました、まあ、言うなれば五島車両総合所の玄関とも言うべき、まずここに車両が入ってくると言っていたところですね。ちょうど今入ってきた、今って言ってもね、何分前とかじゃないかもしれませんが、キハ120が止まっております。ここでさっきも言ったようにこの仮台車ですね、これが仮台車、これがさっきまで入ってきた台車、これを分けるわけですね。まさに動いてるわ、このクレーンが20トンクレーンというものらしいですが、これによってぐーっと持ち上げて車体と台車っていうのを離します。ちょっと待って、またいたよ、タンゴディスカバリーから、こちらタンゴの海という名前で今親しまれております京都タンゴ鉄道の機動車、京都タンゴ鉄道の車両もこの山陰の地でですね点検を行っているんですよね。そして左側にはキハ189系浜風 JAL 西日本の機動車、西日本を走る機動車っていうのはね、もう大体がここでこの検査っていうのが行われています。すごいな、もうなんか今日特急博覧会みたいになってるわ。そしてこちらの空間っていうのが今いわゆる工場の入り口を見ましたが、こっちが出口ですね。車体とそれから台車に切り分けてそれぞれ検査していたわけですが、それを組んでまた塗装もピカピカになってるのがお分かりいただけるはずです。キハ40もツヤがあるわ、これ髪の毛がセットできそうだな、これそれぐらいのツヤですけど、まあ、こうしてこの下の部分っていうのも綺麗になって、あとはこのまあ確認ですね、動作確認等してから、そして再び旅客船に戻っていくと、この五島総合車両所の出口です。そしてこちらですね、今お聞きしたところによると改造と書いてますが、あの僕も何回利用したか分かりませんが、通勤車ですね、あの JR の西日本207系とかも、まあ、ここでこう最初完成させられたと、まあ、させられた、もうその仮にねできた状態、ある程度できた状態でここに持ってきてですね、ここで組み立てて作るとか、それからキハ120もここでですねその車体を作るとか、そういったことも今はやってないそうですが、ここでそういった過去っていうのもあるらしいです。もう何でもできるようになってるんですね、だからそういった意味では。そしてなんとこれ奥の方に何やら大きな構造物が2つあるのがお分かりいただけると思いますが、これがですねディーゼル機関車のエンジンだそうですよ、まあ、いわゆるもうディーゼル機関車の心臓部分、こんな大きいの、僕の身長より大きいですねこれ間違いなく、190cm、 200cm ぐらいあるのかな、2m ぐらいあるな、まあ、これぐらいの大きさをもってして後ろにつながる客車というのを引いてるわけですよね。そしてその横にあったのですね、また出たサンライズ、これねやっぱりあのサンライズ一編成全部で出雲瀬戸合わせて14両ということですが、単体で見ると7両ということになっていますので、まあ、7両セットできてですね、そして、まあ、さっき5両あっちに見ましたが、ここに2両いた、さっきと違うのはこの2両はね塗装が終わっているようです。なんで全然違うな、ピカピカだ、これはすごいな。でここは何をするところかと言いますと、
さっきね、あの20トンのクレーンであの持ち上げてるとこ見ましたが、あれはあの車両20トンのクレーン2つで持ち上げるということになってるんですよ。つまり40トンまでが、持ち上げることができる、対応しているということになってるんですが、サンライズは重いですからね、走る集合住宅ですから、もう何度も言ってますけど、これ全部2階建てになってますんで、そうすると40トン以上の車両は吊り上げることはできないということになります。それじゃあどうするかということなんですが、ここでそれを吊り上げてるわけです。このまさに見えている機械っていうのはピッキングジャッキと言いまして、この1つあたり15トン持ち上げることができるそうです。なんでこれ4つありますんで、1両60トンまで、持ち上げることができるということになっていて、このサンライズ号も悠々浮かすことができるということなんですね。クルーズトレインの JR 西日本トワイライト水風等もここにやってきて、水風もやっぱ重いですから、そういった場合はここで持ち上げるということをするそうです。すごいなこれ、サンライズよ。もう寝台料金払ってないのに、これ車内ね見せてもらってありがとうございますという感じなんですが、ちゃんと見えてる。やっぱ基本的にこう車内の仕切りみたいなのは開けておくんですね。すごい開放的です。うん、鉄道ファンにとってはありがたい全部見えますからね。確かに米子米と書いてあるのが分かります。これはあれだな、のびのび座席だな。のびのび座席おすすめですからね。窓の形でもう分かる。これがすごいんですよ。指定席特急券だけで乗れるんですから、寝台料金いらないんですよこの車両。のびのび座席。そしてですね、こちらがその台車、これを修繕するスペースになっておりまして、もう本当にね鉄道車両のあらゆるところを分解してですね、それぞれがエキスパートたちによって磨かれてるわけですが、これがちょっと奥の方とかに見えてるのが修繕前のやつもあるな。基本的にこう車輪って茶色くなっているイメージだと思うんですが、最初は違います。こちらこうネズミ色、まあ、車両によってこれもね色決まってるそうですが、これキハ47の車輪だそうです。こんな感じでネズミ色に塗られてるのが分かります。でこれ結局この営業列車として走るとですね、鉄粉とかがついたりして、それが錆びたりすることでこう茶色く見えるそうです。なんで案外この色が変わっているっていうのは汚れてるわけではなくてですね、拭き取るとまたこういったネズミ色の色っていうのが見えてくるみたいですが、まあ、そういったまあ錆等を取り除いてですね、その後に塗装っていうのをもう一度して、またピッカピカの台車にしているその最中でございます。そして先ほどのところから少し離れたところ、こちらはですね今何やら部品たちがおりますが、これがですねすごい、こんな間近で見えるの初めてだ。連結器ですね。こういったものとかも置かれていて、これあれだな、パンタグラフの土台だ。そしてこっちがパンタグラフ、こうなってるんですよ。この面とですね架線が接触することでこう電気を受け取るという形になっているわけですが、新幹線とかねあまりにも高速で通過するんで、結構この部分がね特殊な構造になってたりしますが、こういったものっていうのも取り外してですね、また次どっかで使われるのを待っていると、そういう状況だそうですが、この施設はすごい。こっちはですね連結器とかそういった部品を修繕する施設になっています。すごい、素人にはわからん機器類がいっぱいあります。うん、これもねやっぱり使うのには資格がいて、本当にプロフェッショナルの皆さんが知識と技術を駆使して整備をしているわけですよね。形状っていうのはやっぱり微妙に違ったりしますから、ほらこんな感じ。いやいやいや、すごいな。そしてですねこれ皆さん何かお分かりいただけるでしょうか。これはモーターだそうです。これがヤクモで使われているモーター、直流のモーターらしいんですが、もう僕からしたらごめんなさい全く見分けがつかないんですが、こっちもモーターなんですよね。こっちはこれ285系サンライズのモーターだそうです。こんなんなんだ、まあ、構造がだから違うみたいですよ、まあ、言われてみたらなんか確かにこっちはなんかドーナツ状になっててくり抜かれてるなという印象ですけど、全然違いがわからないな。そしてですね皆さんお分かりいただけますでしょうか。よくこれ駅のホームで聞く音が鳴り響いておりますけれども、これが機動車のエンジンですね。これを組み立てて正常に動くかどうかっていうのを確認している最中だそうです。まあ、音がすごいんで耳栓等するらしいですが、確かに目つぶったらこれもう駅構内ですもんね完全に。ちょっと見てみますが、こんな感じで回ってるのが分かります。エンジンが回って、そしてここにまあ車輪がつくわけですね。それで車輪が回ると、そして機動車としてこう線路上をね前に進んでいくことができるというわけです。さっき機関車のすごいエンジン、ディーゼル機関車のすごいエンジン見ましたが、あんなでっかい2メートルぐらいありましたけど、あれと比べたら小さいですよね。それだけやっぱ機関車のディーゼルエンジンっていうのは大きいということが比較することでわかります。でね今ちょっと聞いてみると、さっきディーゼルエンジンバーッと回ってましたが、あそこに車輪がつくわけではないそうです。ごめんなさい、そんなね簡単なもんじゃないと、はい、素人の僕がね推測できるような構造ではありませんでした。回ってたんですが、あれだと回転数が速すぎるということで減速機
みたいなものを取り付けてですね、まあ、車で言ったら変速機みたいなあったりすると思いますが、また別の構造を挟んで、そして初めて車輪とくっつけてですね、で車輪が回っていると、そういった構造だそうです。おお、デイ等じゃないか。奥の方にはディーゼル機関車、かっこいいな。ラッセル車等もありますよ。やっぱりこれ山陰独特ですよね。雪相当降りますんで、チャギントみたいな顔しておりますけれども、こちらラッセル車に挟まれているのは奥出雲オロチ号観光列車を牽引していたその機関車です。もう今はね、役割を終えて、まあ、解体待ちということらしいです。このラッセル車もそう、もう余暇を過ごしてるわけですね。ここで解体したこともあるそうですよ。ただここら辺近隣にね、住宅等広がっておりますので、まあ、決められたその解体場所まで機関車等でね、こう引っ張っていくと、それを今待っている最中なわけですね。すごい。そしてこちらが新品の車輪、ピカピカやな。こうなってるんだ。基本的にこれ聞くところによるとですね、これがまさに奥の方に見えてるのが車輪の軸ですね。この軸だけは基本的に取り替えずに、この先端部分、車輪の方をまあ消耗品みたくですね、まあ、やっぱり一番大事なところでもありますんで、レールと接触するところですから、厚さとかそういったものも非常に慎重に扱ってるわけですね。なのでそこを削ったりだとか、もう使えなくなったら、まあ、使えなくなる前にはもう取り替えられてるとは思うんですが、この車輪の方を取り替えてると。なるほど、すごいな。こんな形で転がってんだ。こう並べられたらなんか車輪に見えないのがまたすごいですよね。それぐらい分厚いです、やっぱりこうやってよく見てみると。すごいすごい、動いた動いた。これなんか音楽に合わせてやっぱりここは動いてますよっていう、そういうところだと思うんですが、すごい。こちらはディーゼルエンジンとか、さっき言ってた変速機、これを組み立てたり修繕しているところだそうです。いやー、これすごいな。もう本当にね、素人なんで何がどうなってるかが分かんないんですが、これ一つ一つこうケーブルとかね、意味があるわけですから。すごい。こちらがですね、どういうものかと言いますと、この辺り、あの、まあ、都心部だとね、線路2つ4本とかで複線複線ってなってると思うんですが、これは昭和の初期に作られました単線用の雪かき機になっています。なんで要は横幅がね、あんまり多分ね、取れないところでも走れるようになってるはずなんですよね、うん、こんな感じでここを多分ね、動くときにはガッと広げることができるはずなんですよ。書いてあるな、天候中心線っていう風に書いてあるから、この雪かきの構造みたいになってるのか分かりますが、ただ単線だとこの横の方にスペースがあまりありませんので、そういったところでもできるようにということで、あ、これすごい、なかなかね、入ることはできないみたいです。そもそもこれ何回も言ってますが、この五島総合車両所には一般の人はもう入ることはできないんですね。今ちょっと本当にこれはありがたく、もう鳥取県さんとですね、鳥手サビアンバサダーの力をこう乱用しましてありがたくも入っているわけですが、こんな、でも中やっぱ木造になってるな。雪がね、やっぱ走ってるとこのフロントの部分につくんですよ。なんでこうやってこれが回るわけですね、窓が、この円盤の部分ですね。そしてこの雪を払うということになってるわけです。座席が2つあるわ。これがね、その時代を感じる。運行中開放金図って書いてますね。これもうカタカナだ。こういうところでね、これ多分昔からあるその表記だと思うんですが、時代を感じますよね。まあ、聞いてみると、この単線用っていうのはね、僕なんかスペースのことも考えてたんですが、っていうよりはその雪かきの角度みたいですね。複線用単線用で、その書いた後の雪の、この雪のかき出し方がちょっと違うみたいです。あまりにも古すぎるから、昭和14年生ですからね、しっかりと説明があまりできないとも言われました。それぐらいに歴史のある雪かき車でございます。これがその五島車両基地の玄関に佇んでいるわけですね。すごいすごいすごい、動いてる動いてる。おお、こんな感じで動くんや。警報音みたいなのがたまになりまして、回ってるな。これ名前なんていうか知らんけど、これ回ってますすいません、語彙力がなくてですね、ブーっと言いながら。そうそう、だから列車出てくるんじゃないですか。そしてですね、このなんか何の変哲もないこの柱に見えるわけですが、この柱もね、よく見てみると、見えるかな、ハミルトンアイロンワークスリミテッドリバプールというふうに書いてあります。そう、これがですね、だいぶ年代物の柱になっておりまして、大正7年ですね、ここにその工場ができた時からある柱、どっかからね、移築されたと、神戸だったかな、移築されたと言われてるらしいですが、これ蒸気管として今では使われていて、こんだけ年数経ってますが錆もせずに、すごいな。こういったところからもね、歴史深さを感じますよ。来た来た来た、こうやって入っていくんだ。おお、作業員さんがこう引っ張ってるのが分かりますが、車両じゃなくて今回はこれ台車だったみたいですね。こうして入っていくんだ。トラシーバーが動くところを見れて大興奮なんですが、パッとこれちょっとね、脇の方に止まってた車見たら、もう見たことないナンバーが書いてある TA13 スバルの車ですが、これはですね、まさにこの私有地内をまあ走る専用の車ということですね。だからこれは多分
公道を走ることはできないと思うんですが、天皇陛下もねかつてその皇居の私有地内でね、まあ、だから免許取らなくても車乗ったりということも、まあ、やろうと思えばできるわけですから、まあ、車運転する方は免許おそらく持った方が運転されてるんだと思いますが、もうあまりにも広いですんで、この車両基地がね、その車両基地内を動き回るために使うそれ専用の車っていうのもあるようです。いやこれ面白いな。マンホールにはだるまが書いてありました。何やら意味があるらしいんですが、あのわからないということで、多分縁起がいいんじゃないかなというふうにおっしゃっておりました。僕もそう思います。ちょっとなんか怒ってるけどね。こんな感じでしたっけ。いやいや何より安全第一ですから、ここにも書いてありますがね。いやー車両基地の塗装、台車、エンジン、そして車両、さまざまな要素に分解して、またそれぞれがですねエキスパートたちによって点検修繕されて、僕たち鉄オタがねこうニコニコで列車に乗ることができていたんだなとつくづく思いますね。あサンライズももうここで点検されてるわけですから、こんなサンライズのね点検見れるなんて夢のようですよ本当に。いや改めてね、まあ、今回は鳥取県さんからですねこう依頼いただきまして、特別に JR 西日本さんのご協力のもとですね、本当に一般の方は今入ることができないこの五島走行車両所に入れていただきまして、まあ、少しでもこう鉄道にね親しみを持っていただけたらと、まあ、そういう事業の一環ということなんですが、まあ、この中以前はさっきも言ったようにですねここ一般の方が入れるような、まあ、ツアー等もあったりして、まだちょっと見込みっていうのは立ってないんですが、もしまた再開ということになりましたら、僕が今見たようなコース巡ったコースっていうのを実際に体験していただけるということになりまして、旅行商品等でですねこれだって運が良ければね水風とかサンライズが点検されているその車庫を見学できるツアーということで、復活した際にはですねこれぜひ皆さんも足を運んでいただければいいなというふうに思っております。さあそして車両基地の見学を終えた後は米子に戻ってきました。ここからはある場所に向かうべくですねこちら止まっております名探偵コナンのラッピングが施されたコナン列車に乗っていきます。1両目と2両目異なったテーマでですねこの名探偵コナンの名場面とおなじみのキャラクターがラッピングされております。これがすごい。車両にねカメラを向ける方の姿っていうのが印象的です。車内にもコナン君、僕毎年ね名探偵コナンの映画を欠かさず見るようにしてるんでね、これはねもうちょっとたまらない。トイレのロゴまでコナン仕様です。さあそして列車に揺られること約40分、やってきたのはですねこちら JR コナン駅というふうに書いてあります。ここはですね正式名称由良駅という駅なんですが、この辺りがですねコナンの作者青山剛昌先生の出身地ということで、駅とかその周辺というのがコナンムードに包まれております。文字通りコナンに会える街なんですね。こんな感じで中の方にもコナンのグッズとかサイン等がね多数展示してあって、ファンにはたまりません。そしてこの駅ではですねこんな感じ、山陰本線の駅員帳を押していただくことができます。スタンプラリーみたいなものですが、さらにそれの豪華版、これを集めることによってですねもうこれ楽しみながらこの辺りを満喫することができているというわけです。僕もね撮り鉄旅の応援団長として博美線のねあの駅員帳とも取り上げたことありますが、この山陰本線西側の駅員帳っていうのも販売されておりますので、ぜひよければ旅のお供にお楽しみいただければと思います。今回はサンライズ号も点検等を行います JR 西日本有数の車両基地五島総合車両所のご紹介でした。この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。